最初そのラーメン事業にまあ入ってきたきっかけはまあ北海道で、まあざっくばらんに僕がものすごくラーメン好きっていうことです。でまあいろんなラーメン食べて、やっぱりラーメンっていうのは食の、まあ、世界遺産って感じて、まあ大きく自分も広が美味しければね、自分も広がるのにも早いですし、でまあラーメン屋でもう果てしなく味が違う、その面白さにこうのめり込んでしまったのが僕です。はい、僕の地元がですね、北海道上川郡っていうところの高須町っていうところがまあ発祥で、まあ、その高須町からお客さんをつかむ、まあまあ、爪は伸びる、まあ、事業を伸ばす、そういう意味合いから、まあ、高の爪という名前にしました。今旭川には3店舗で、千歳空港に1店舗、あと、まあ、西寺ではないんですけど苫村とかいろんなところにも出店だとかはします。で今 FC 店では、新宿店に1店舗で、バンクーバーでは直営店発祥でバンクーバーに来ました。はい、選んだきっかけはですね、まあ、僕と一緒にやってるその社長さんが、こっちの、まあ、井野田さんっていうんですけども、お友達で、でまあそこの通じ合いからこっちでまず12月のにその日本の方々にそのままのラーメンを持ってきて、で試食してもらい、でまあこれはヒットするんじゃないかっていうことで、じゃあバンクーバーに出してみようっていう感じで、まあちょっと出してみたんですよね。まあその時の評価がものすごく良かったので、まあ良かったかなって思います。やっぱり醤油ですね、この奥深さだとか、まあ豚骨魚介チンタンっていうのはもう本当に珍しくて作るのも難しく、まあそれをこうバンクーバーでこう本物のラーメンっていうのを伝えたくて、うん、そうだね、その醤油の奥深さをまず知ってもらいたいのがうちのラーメンですね。いや反応はものすごくいいですし、そのリピーター客が今最近ここ増えてきて、まあ、徐々に広がっていっているのはもう自分で実感できますね。はい、いやもう旭川はもうどこ行ってもラーメンはもう激戦区っていうぐらい、もう行きつけのラーメン屋さんちょっと通り越してたなと思ってもまた次のラーメン屋さんがあるんで、まあもう本当に激戦ですね。でまあこっちのバンクーバーに比べてはもう何倍も本当ラーメン店は多いです。でまあそこの中で今旭川に美味しくないラーメン屋さんってもう ほとんどないっていうぐらい本当に難しいですね、市場は。よく北海道で言われるのがもう札幌は味噌で、醤油は旭川で、塩が函館、こうよく言われますね。まあ実際にそうなのかなって言われればそうかもしれないです。はい、でも今旭川でも本当にこだわった味噌だとか、もう白味噌赤味噌をブレンドさせて本当に美味しい味噌ラーメンのお店も増えてます。はい、あそうですね、それはもう店を作ってる段階で、お客さんがね玄関開けてくれて、でここにはビーガンラーメンはあるのかとか、やっぱり他のお店から聞いても例えばビーガンラーメンの友達が一人でもいたらまたそのビーガンのお店に行ってしまうから、ビーガンラーメンは絶対作った方がいいよということで、まあ、短い間ですけどものすごくいいビーガンラーメンを開発はいたしましたね。はい、ですね、ビーガンラーメンは味噌がベースで、まあなんて言うんでしょうね、その味噌の奥深さを残しながら、まあ、ここのバンクーバーではないようなパンチのあるビーガンのラーメンを開発はいたしました。もうぜひ食べてもらえれば分かるんですけど、もうその味噌の奥深さとまろやかさがものすごく伝わると思います。油にもこだわるし、やっぱりまあ言えない部分でもあるんですけども、やっぱ本当難しいですビーガンっていうのはね。うん、でもそのビーガンの人もはっきりとした味は感じたいってお客さんを見てて分かったんで、だからそこを
パンチパンチパンチで抑えるようには、あの味は作りましたね。はい、4番もすごいいいです。はい、1日1日こう、あのビーガン食べる人も増えてってるんで、あとはお客さん同士で発信してってくれればいいかなと思ってます。